ですね。で、若宮八幡はこれですね。先ほど、つぶらじがあった。で、今持ってまして、ちょっとあれですけど、お稲荷さんがあるんですよ。お稲荷さんを通って国道にちょっと抜けてみます。それから一列側でもありますので、ここを通ってから南草津駅へと。南草津駅は元は湯本池という池だったんです。湯本池です。平成初めの写真です。今これが駅ですけども、ここ池やったんです。池と墓がありますね。山本行きから草津第二小学校のところ、あれ山本行き山本ね、効果がすごい。ちょっとここで説明させてもらうと、ここ抜けたところのもうちょっと行ったここに池がありますが、これは馬池と言いまして、なんか浮力がすごくあって、ここを普通のところよりも浮くんですって。でこの農業の子が、これ多分この農業の子が水泳の練習したり、あとこの宮さんも全然藩主が大変信仰されてたみたいで、藩主も藩の者も馬で来て、ここで水馬というんですか、馬に乗って水の中をするような練習をされたそうです。で今みんな住宅地になってますけれども、ね、意見が多いね、意見が。まだ昭和40年頃この意見あったで、玉川池って言ってたんです。玉川池って言ってたのかな。はい、こうやってボートで遊んだり、そんなあったん、飛び込み、水泳の飛び込みしたり、いろいろやった、なんで置いてたか、この辺に南側にも木やらやってるところがありましたよ。そこへよう行きましたけど、この家の、この真ん中通って行ったのを覚えてます。昭和40年。ここ病院があったよね。エンド病院がね。あ、そうですか、エンド病院、あんなところ。そうそう。東海道と、あれは、矢倉道はどうなんですか、東海道。現在地あそこやな。東海道はどこ？これが同じ線やね。これ今住宅地になってる。これが山瀬道ね。東海道これ。東海道これ。その A から山瀬道来たわけやろ。ここに琵琶湖見えてませんか？琵琶湖見えてませんか？だからこう来て山瀬道。これが東海道。これが国道1号です。この池今でもあるの？ないないない。ないです。住宅地。